ちは。ね、なんかいつもと違う時間に配信しているんですけど、だいたいいつも夕方か夜かに配信することが多いんですけど、そうなんですよ。今日はなんか初めて見た。でもちょっと出かける用事があるので、お仕事へなのでそんなに長くできないんですけど、どうも珍しい時間帯ですなんか違うのよ、今日ね10月10日じゃないですか。で1年前の今日が多分ツアーだったんですよ。でもどこかな、千葉か埼玉でも、千葉くんのドアップのなんか写真があったけど埼玉ポーズしてたなんかでも1年前でなんかその写真とかを見返してたら、なんかすっごい懐かしい気持ちになって、なんかね、懐かしいってなってたんですよ。あ、松戸でやった時、松戸って松戸っくりって言ってたやつだはず。いつ、どこですか、松戸は。何県何県ですか。ハートありがとう。千葉だから千葉くんいたんだ。千葉に行ったことないと思ってた。いや行ったことないと思ってた、嘘だわ。そっか、夏希ちゃん千葉だもんね。なんかさ、そうなんですよね、なんていうの、あの頃めっちゃ大変だったんですよ。なんかもう聞いてほしい、めっちゃ大変だったんだ。思い出してきて、思い出した。なんかちょうど多分その千葉から帰ってこようとしたら、なんか家族がコロナになりましたみたいななって、で実家だから、そのなんか会社にフローラさんに言ったら、なんか「あ、じゃあホテル取るますんで」ってなって、で会社でホテル取ってもらって、でホテル生活を5日か1週間くらいかしてて、で帰れなかった。もう1週間くらい帰れなくって そうなんですよ。で濃厚接触者にも値するのか、だから学校にも行けなくって、っていうかそのまずその多分千葉の帰り、その日も多分普通に朝から学校に行こうとしてて、びっくりした。そう、私何、みんなはその次の日別にオフだし、その後泊だったから自由な時間に帰って大丈夫みたいな感じだったんだけど、私は普通に学校があるから、あの朝から制服を持って行って、制服を着て、制服着てスーツケースをガラガラ引いてるなんか変な人だったんですよ。そう、めっちゃ駅の中でもなんかすごいチラチラ見られて、あ、なんかそうだよね、スーツケースガラガラ引いてる高校生ってなんかそうだよねって思いながら、めっちゃ恥ずかしい感じで、そう帰って、新潟に着いても、で新潟に着いて待って、でなんかこうなんか学校とのやり取りがあって、え、待って行けないじゃんみたいになって、でもなんかもうその日めっちゃ風だか雨だかがすごくって、でもなんかで家には帰れないのね、家には帰れなくって、で
新潟のホテルを取るけど、ホテルのチェックインの時間がまだで、めっちゃめっちゃすごいめっちゃかわいそうな人みたいになってて、本当にあの行き場所を失った人になってた。スーツケースを引いてる制服姿の人で、朝からその新潟に帰ってきてて、めっちゃで外風強みたいな、もう大変だったんですそう、家なき子だった、家出少女になってた。いやそうなの、こんなことあるんだっていう。それでなんか一人で風にブオーって吹かれてるところをもうとにかくママに私は今こんな状態なんだっていうのを送ろうと思って、ブオーって風吹かれてるところを自撮りして送ったっていうやつが残ってて、すごい今鮮明に思い出して爆笑してた。なんかすごい頑張ってた1年前のあの日で。それでですよ、なんかそこからもう結構大変だったの。10月、去年の10月はもう5日か、まあ、1週間くらいホテル生活をしている中で、ずっと暇をしてるわけでもなくて、普通にお仕事もあるし、次のツアーの公演までにのリハもあるし、あとあれだったんですよ、ちょうど渡り鳥たちに空は見えないのショートドラマあったじゃないですか、夜明け前の彼女たち、あれの準備が進められている段階で、でして、あれがなんかそのメンバー、あのドラマに出演するメンバーをこうなんか決める面談みたいなのがあったんですよ。その台本が一応短い台本が渡されてて、でそれを一回読んでみたりとか、なんかまあ監督のとこう面談をして、こうなんか役柄に雰囲気が合う子だったりとか、まあ、なんかちゃんと演技をしたりする機会だから、そうだからそういうのがあって、なんかでも結構モヤモヤしてた時期だったんですよ。その時もなんか面談で決まるってどういうことだろうみたいな、なんかどうしたらいいんだろうみたいな、そういう感じで結構なってて、でそれもホテルからやってました。なんかズームみたいなのでこう監督と面談するってなって、一人ずつその台本とかの見て、練習とかもホテルで一人で孤独にやってましたし、もうお家に帰れないってなってて、いや大変な時期でしたね。でもその多分10月の後半くらいにはあのコンカフェエンジェルの撮影をしていた形跡がホルダー上あって、そうそうだ、その時結構一番やばい、私はやばいってなってた時だった。なんかそれもあった時だった。いろんなことしてた。で多分ツアーの千秋楽も10月とかだったのかな、11月10月かな。そうなんですよ、なんかそうだ、コンカフェエンジェルの撮影、ツアーの千秋楽、それが終わってから初舞台、私は怪獣の初舞台に11月くらいから稽古に入ってたから、なんか初めてのことばかりで、すごいもうめちゃめちゃ追い込まれてた、そうだったっていうのを今日思い出しました。そうだっていうのを思い出して、でもなんかツアーの写真とか見てたら
なんか懐かしいなって思って、なんかもう卒業していったメンバーとかもたくさん映ってたから、あーうーってなってて今配信してます。みんな元気かな、みんな元気ですか会いたいですね、会えるのなら。みんな元気にしてるかな。青とかは頻繁に連絡取ってる。 TikTok とかインスタのリールで面白い動画見つけたら青に送ってるでも青も青で友達がいるからこれいつも言うクソめんどくさいやつ私でもなんか青はそうですよ、卒業した後も友達でいてくれるので、サラともちょいちょい連絡取りますよ。でもこの前のさアットジャムの日、ヤヒには会えたんだけどサラに会えなかったんだよね。サラいなくってさ。そうなんかヤヒは相変わらず、でも会ったらなんか変わってなくって安心する。 SNS とかで見てると、あーなんか今こんなことしてるんだとか、あーすごいこのお仕事したんだとか見てるけど、なんか直接会ったら意外と覗きと変わってなくて、あーよかったなーってなりますね本当にあの友達大事やばい、友達そうだよ。隣のトトロ、トトロ、トトロは歌っちゃダメか、そうだよね、すいません。ファンからしたら涙が出る話ですな貴重な話ですか。私の話に貴重なエピソードってないよね。でも大体さあれなんだよ、みんななんかこう貴重なエピソードはさ爆沸きしていただかないといただかないと、そうなんだみたいな感じでね聞き流してる方いるかもしれないですけど、こんなにもねまあ配信を結構たくさんやるしマジでどうでもいい話を延々としてるから、私の話をみんな流して聞きがちかもしれないけど、要所要所でそういう激エモエピソードを含んだ話をしてるので聞き逃さないようにしてもらわないと。そうだよ湧いてる、おーって言ってるお話ありがとう。はるるん、今日も最高に可愛いね。どうもありがとう。だるまさん、ありがとうございます。いや、でもさ、ツアー懐かしいよね。あのねツアーの時の演出家さんが本当に面白い人でツボなんですよね私。もうねナナミもすごいハマったっていうか、なんかすごいねこうなんか面白いにもいろんな種類があるじゃないですかその若
干シュールな面白さ。そう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 、なんかナナミとか私が好きなおもろい部類の方だったんですよ。そうだから私のあの急にやったアドリブのパートはその演出家さんはすごいいいって言ってくれてたそうそうそう、いやでもちょっと結構本当にあのやっぱりなんかそうですよね、演出家さんってすごいですね、こうなんか発想というかなんか結構その場その場でピッピッって指示を出したりされるので、そうなのよ、ほんともうセンスみたいな。え、なんか。すごいの、なんかこう広いちょっと広いところ、レッスン場じゃなくって、でなんかこうリハーサルをするっていう時とかになんか休憩かな、始まる前かなんかすごいこう私は端っこの方の机に座って、あ椅子か椅子に座って、なんかゼッケン着たり靴履いたりお水飲んだりしてたんだけど、なんか反対側の方でそのツアーの時の演出家さんがなんか何あれ、なんかすごい、なんていうの、逆さまになってた、なんかえなんかね、急にストレッチされてて、あストレッチしてるなって、あ準備体操してるなって、なんか逆立ちしてた、そうなんか急にその逆立ちをしていてなんかその空間だけなんか時空が歪んでいるようにしか見えなく、なんかすごいんですよ、なんかわかんないけどなんか逆立ちをして、なんか腕立て伏せみたいな、なんかみたいな、なんかその何の予兆もなく、えびっくりしちゃって、その写真に収めてしまった、すごいおもろかったんだよね。なんかあとなんかなんていうのかな、本当か髪型からこう服装までもなんかすごい自身をプロデュースされている感じがすごいです。なんかやっぱね、演出家さんってそっか、そういうなんかすごいなって思って、なんかそうなんですよ、もうとにかくすごいんです。でも今回のそのコンサート時じゃない、あの県民会館で行った理科さんの卒業コンサートと、あの NGT の単独コンサートもなんかは、あの昔から NGT をねやってくださっている演出家さんで、あの僕はもう少年ではなくなったと、ヒュイ号も、ヒュイ号って名前じゃない、命をかけろっていう曲もあの振り付けをしてくださったんですけど、もうなんか研究生の時から見てくださっていて、 NGT のもう公演とかもすごいやってくださってるから、1期生さんとはもっと長いんですけど、なんか本当に
なんかねすごいです。やっぱりその場その場でなんかこう振り付けとかを考えてくださったりとか、なんか演出がこうなんていうの、そのさコンサートとかさ曲と曲曲間の中のさなんかヒュイーンみたいな曲ある、なんか音かかる時とかするじゃないですか。そういうのをこう考えたりとか、こう後ろのさなんか出す絵みたいなのをさ考えたりとかさ、すごいなんかあーめっちゃすごいなーって思いました。うん、その場ですごいアイディアをポンって出すから、いやなんか天才肌な方なんだろうなと。そうですね、なんかもうみんなね元気すごい。でも最近はなんかもっとこうメンバーとなんかもっと仲良くなれてると思って嬉しいです。リハとかで一緒にいる時間も長いし、本番もそうだし、そうね、なんかね一緒にいる時間が長くって、うん、先輩とかとも前よりも仲良くなれている気がして、私はとっても嬉しいですやっぱなんかでももうね本当に人数が少ないから、この前の公演でもこう2期生全員出てて、現役の2期生全員が公演に出てるっていう日があって、え今って2期生何人なんですか。一番最初に入った時は16人いたんですよ。そう、7人マジか、7人か。そうだよね、7 いやちょっと寂しい気もしちゃいますけど、でもなんか今いる一緒にやってるメンバーとは本当になんかとてつもなく仲良し、より一層仲良し。なんかツアーの時のさマリナさんのこう被り物かぶってて、私は万代橋をかぶってたんですけど、橋をかぶってたんですけど、なんかこの被り物の写真とか見るとはーんってなるよね、わかるこれなるんですよ。そう
そうなんですよね。こんにちは、こんにちは。この時間珍しい。そうなの、そうなんです。急なスクショタイム遊びに来たよ、ヤッホー。最近はリハーサルとかでもめっちゃ細かいところをみんなで合わせることが多くって、自然渋滞とか、この前の米百票フェスでやらせていただいたんですけど、結構みんなで基礎から頑張ってやっているので、回数を重ねるごとにどんどん良くなっているんじゃないかなっていうふうに思うし、私も一応オリジナルメンバーでやっているんですけど一応っていうかなんですけども、なんかやっぱり一つ一つね、こう振り付けとかに込められたものとかを考えたりとか、なんか回数をね重ねるごとにもっと良くなるといいなって思いながらやっていますし、まあ自然渋滞をやってる時はすごい、本当にすんごい歌詞だなって思いながら「この恋も終わりだね」シャッ、ここで「ねシャッ」ってみんなでやってるんです。そう、なんか「シャッ」ってやってるので、そこは見てください。サービスエリアの手前で私を下ろしてちょうだい、ねえねえ今すぐさよなら、できないことって知ってる、それでも下ろしてちょうだい、ねえねえ耐えられない、どうせ終わりにするのなら早い方がいい、そんなの決まってるでしょ、それはルール違反だって、百も承知の上よ、ここから歩いて帰る。本番はもうちょっとかっこよく頑張ってます。こんなにゆるゆるとしてないですでもやっぱりなんかちょっと最初のところとか緊張しちゃいますね高速道路は渋滞中、赤いテールライトがネックレスみたい、とここもポイント、それならしそうなこと引きちぎ、引きちぎってのところネックレスが引きちぎられる振りなんですよ。はるかここはちょっと後ろ向いてるけど、ふん引きちぎってて、みんなもね、みんなネックレスになってて、あれの振り付けもそうなんですよ、こうみん多分ちょっと輪っかみたいになってて、みんながネックレスになって、で引きちぎって、でみんなバラバラバラって引きちぎられているところのを表現してるところなんです。あー、カーナビに八つ当たり、あれ2番もある時でフルのフルバージョンですね。最近でもワンハーフだからカーナビに八つ当たりしてないわ。カーナビに八つ当たり、すごいめっちゃパンチしてるからパンチ、こんな感じで、こんなゆるっとしてないから安心して、フェスとかで見に来て、公園ではやってないから。ねえねえ
今すぐさよならできないことって知ってる、それでも下ろしてちょうだい、ねえねえ耐えられない。いやツアーの時の風すごかったですね。確かに風なんかすごい、技術チームさんが自然渋滞が大好きすぎて風マックスにしてるらしい。でも私はすごいめっちゃこの衣装の襟が最初止まってなくって、いや風こんな強いと思ってなかったから、なんかもうピューみたいな、すごかったですね。シュキン。明日ね、明日フェス埼玉スーパーアリーナに行かせていただくんですけど、初めて行く、いつか行ってみたいなって思いながら新幹線とか車両とかで通り過ぎていたので、行けるんだって、やったぜ、嬉しいっていう気持ちです。広いでしょ絶対、楽しみ。でも緊張しちゃう何年目よって感じですけど、いやでも緊張はします。フェス、そうですね、若干の緊張はします。 SSA なんかまださ行ったことないからさ、略称で呼ばないように謎にしてるんですよ。そう、埼玉スーパーアリーナにって言ってる玉ありとか言う。そうなんだ、サイアリって言うんだと思ってた。サイアリとも言う？ SSA 玉ありサイアリ、でもさ本当にどういう仕組みなんだろうね。なんか無料で見れるらしいんですよ。どういう仕組みなの本当にねえ、だからきっとたくさんの方が来てくださるんじゃないかなと思ってて、だから NGT のことね知っていただける大チャンスな気がするので、頑張っていこうと思います。配信も無料だよ、すごいよね。そうなんだ、すっご、どういう感じなの。あ、なんかめっちゃ冷蔵庫喋ってる、冷蔵庫が氷作ってる。ローチケでチケット予約できるよ。あら、めっちゃすごい、楽しみだな。でも結構遅い時間帯なんですよ、19時台で。そうなんですよ、話し相手は冷蔵庫ね、冷蔵庫喋ってました。ぼんやりと考えていたら
眠れなくなっちゃった誰かを好きになるっていつでも体力がいるものハートまで喉が渇いてて炭酸水欲しくなる瀬戸り楽しみにしててくださいパラパラ楽しみにしててねー東京と埼玉ってどのくらい時間があるんだろうなんかだいたい東京に行くことの方が多いのでまあでも埼玉も私の中では同じ千葉と埼玉と東京神奈川はもう都会都会って感じ。はじめまして NST 祭りで NGT さん初めて見ましたって。えー嬉しい、ありがとうございます。 NGT48 ですいつもの自己紹介。あ、ちなみに私はその中の一人であるおごえはるかですおー、シュッシュシングルの衣装着そうな予感楽しみ。何かな衣装は何かな。楽しみにしててね。明日来てくれる方どのくらいいるんだろうか。パーカーかわいいパーカー見せてる。ミルクフェド、ミルクフェドいっぱい来てる。この前の米フェスはね、なんか広かったですね。こうさ、外横の幅もさ、そのステージからちょっと出た花道みたいな横の幅ももう15とか16、17くらいまであるからさ、すごい広いんですよ。この番号が劇場だと7まで、花道入れたら劇場は10だけど、最近花道使ってないので。私心に太陽がすごい好きなんですよ。なんかここたえめっちゃ歌詞が好き、振り付けも好き、ちょっとシュールだけど。心に太陽ある限り何があってもどうにかなるよ、涙の隙間にキラキラと日差しが見える、雨は止む、今日の願いは明日の希望に虹がかかるだろう、元気出して行こう。トゥ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 でん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 
心に太陽 NGT の曲の中でも結構好きかも。何の曲が一番好きって聞かれたらめっちゃ困る。なんかでもメンバーとしてのこう自分個人的な思い入れのある曲と普通に曲として好きな曲とで違うかも。うわーめっちゃ迷う自分が参加してなかったとしてもさ、なんかこの曲はこのメンバーさんのこういうやつでみたいなイメージとかがあるし、うわーそうだな、そういうのも乗っかってくるからね。オーサム好き。オーサムめっちゃラップじゃん。あれ早口言葉あるからすごいずっと聞いてた、ずっと聞いて練習してた。なんて言ったって初めてセンターをやらせていただく曲だったので、もうめっちゃ緊張してて家でもうそれしか聞いてなかった。久しぶりだよね、お元気ですか、ようやく会えてほんとよかった、やっぱ人間直接顔見て見つめ合って Say hello、 あれから何してます。あ、間違えた間違えた、間違えるんかい。本当になんだっけ、本当に忘れちゃった。初センター曲、センター様ちょっともう一回いきますね。久しぶり、歌割りじゃないんですよ多分。久しぶりだよね、お元気ですか、ようやく会えてほんとよかった、やっぱ人間直接顔見て見つめ合って Say hello、 ここまでが歌割り。あれから何してこうしてました、そんなことどうだっていいよね、ビトに乗って踊るし踊るしかないし、やっと近くに来てます多分。だって今日だけは全て忘れて、もっと激しくステップ踏んで完全燃焼。これだ。あとあれも好き、感想終わりのイエー、これから先も何があるか、一寸先の未来は闇だ、心配ばかりしたって始まらないだろう、だから今は踊れ踊れ、無我夢中でエンドレス。これも好き。でもオーサムの一番好きなところはフルサイズでしかやれない、あのオールナイトでサバーゲンのところが好きなんですけど、あそこめっちゃいいんですよ。知ってる？劇場でやった時めっちゃ良かったんだよ。なんかみんなでめっちゃ一列になってオールナイトでサバーゲーっていうところが、私はなんか切り抜いてるファンの人の映像を見てめっちゃいいってなってたんだけど、あそこフルサイズじゃないと出ないので、ちょっと知らない方もいるんじゃないかなと。最近 NGT 知ってくれた方は知らないかも。確かに2番の歌詞、降ってた雨もやっと上がって、あんなに星が綺麗に見える、どんな涙もいつかは乾くよ、とっておきの笑顔を見せて、生きてりゃいろいろとあるもんだけど、どうにかこうにかわかる、頭からにして揺れようぜ、体が勝手にグルーヴしてくる、レッツパーティー、ずっと夢見てた今日が来ることを、そんで自由を手に入れた、オールナイトで騒げ。ここもめっちゃいいんですよ。ハートありがとうございます。そう、シソシナもさやりたいんだよね。しそうでしないあなたの
のキスはどう落ち着かず思わせぶりでねえどこへと飛んでゆくの。そうめちゃめちゃいい曲。髪の毛相変わらずめっちゃ綺麗。すっいやー顔好きっす。なんかそうだ、おしゃべり会でも推しは違うけど顔一番好きですって言われた何人かの人に。でもなんかじゃあ推しにしてくれないのって聞いたら、性格も含めてだから推しはって言われて、なんか多分そんなつもりないだろうけど私が性格そんなに良くないみたいな雰囲気でその時間が終わって、え私も性格いいよって言いながら手振ってたそう、それってどういう意味違うよね。その推しとはそのいろんな思い出があったりとか、その推しのこう配信とかもそうだしね、普段の見てて努力を知ってたりこう絆が深まってっていうところで中身も含めて推しなんだよねって多分その人は言いたかったんですよ多分ね。え私はそういう解釈をしてるよ勝手に。でもいやいやなんか私もなんかこう多分その人はその別に私がどうとかそうじゃなくて推しとの関係性があるからっていうことを言いたかったんだよね。えそうだよね、ハルルンは性格に難ありっていうことを言ってたわけじゃないですよね。ねきっとそうそうだよね、絶対そうだよ、本庁偉いねってそれってどういう意味。いやなんかそこでさ、そう言ったらなんかきっとあそういう意味じゃなくてハルルンもねみたいな、なんかこうきっと気を使わせちゃうかなと思って、だから私も性格いいよって言いながらお見送りしました。言葉って難しいね。そうだね、言葉って難しいねでもなんか言葉難しいから私喋りすぎちゃう、補足入れまくり人間。あといい意味でって使いがち。でも本当にいい意味で言ってる時ってあるじゃないですか。なんか相手にとってはそのなんかそんなにいい意味に言葉に聞こえなかったりするかもしれないけど、私にとってはもう本当なんかなんて言えばいいの、プリンにホイップクリームくらいのそのモリモリのめっちゃいい言葉だから、そのとか感覚的なものあるじゃないですか。だから本当にいい意味で〇〇ちゃんってこうだよねみたいなすごいあるから、いや本当にあのねそうですおしは性格に癖がある方がありだったりも。そうなの？癖あり？初期から全然変わってないから子さんには嬉しいのよ。で、初期から全然変わってないかな。変わってないところは変わってないか、どうなんだろう。でも昔の自分の映像を見てても見るに耐えないすぎるなとは思います。でもなんか表にはそんなに出さないけど、なんか結構ガツガツしてる部分は変わってないかもしれない。意外とガツガツしてるんですそう意外とね、負けず嫌い、負けず嫌いっていうか負けねえみたいなところあるなんか結構いろんな、なんか
いやその人はライバル視する対象じゃないでしょみたいな人にも結構メラメラとしてる部分ある。負けたくない、私も負けないからみたいな気持ち。でもそれはお仕事とかアイドルとかだけじゃなくて、なんかもう人としてみたいな。だから結構観葉植物とかにも、なんか私のお家のなんかお父さんが買ってきたなんか何すごいあったかい地域でなんかめっちゃちっちゃい植物がいるんだけど、なんかお母さんにめっちゃ可愛がられてるから、そう社長もライバル、あはいそうです。はいそうです。もう12時になる、そろそろじゃあ配信終わろうかな、だいたい1時間くらい。そうなんか植物、お父さんが面倒見るって買ってきたけど、お母さんが面倒見てる。私にはできないことができるの、私のお家の観葉植物。なんかトゲトゲしてるし、私にはないトゲはある。ハートありがとうございます。でも仲良くしてる。なんかライバルは良き戦友だと思ってるから、だからなんか私植物ってなんか明るい言葉をかける方が多分良くって、だからなんかおはようとか、なんか今日もありがとうとか、なんか本当にそういう実験ってあるってなんか聞いたことがあったから、そうそうそう、敵ではなくライバルよね。あそうなの、そうですそうです、なんかライバル戦友って思ってます、いろんなものに対して。この子もこの子も。じゃあ壇上の皆さんを呼びますね。13位ストーンさん、12位はなっちさん、11位もっちょさん、10位なかさん、9位ほっぺさん、8位まさひろんさん、7位スマイルさん、6位ゆいさん、5位ぴょんぴょこぴょんさん、4位太田ウェイさん、3位かんくろうさん、2位ひよぽんさん、1位てっちゃんさんです。ありがとうございます。はるかは今日はこれからはいちょっとお仕事若干行ってきて、ちゃんと今日こそ早寝とは言わない、普通の時間に寝る。昨日1時前に寝るって思ったんだけど気づいたら2時になって、とにかくテキパキ動く、なんか時間を大切にする、はい時間を大切にする、よし。ということで皆さん午後からも頑張ってください。あでももしかして今お昼休みに入った方が多いのかな、ごめんねそれは。なんか12時から1時の休みの方が多いんじゃないかな。ごめん、あ時計が鳴りました。ということで、じゃあねー。
頑張っていきましょう。おー、バイバーイ。